どうもこんばんは、ピヌさんです。今日はですね、ファイヤープレイスという焚き火を眺めるだけのゲームをやっていきたいと思います。1回目か2回目をね、アイスレイクスをやってる時に焚き火を眺めるだけのゲームをやりたいなって話したことがあったんですけども、探したらあったので、ようやくねプレイしてみたいと思いますので、それでは早速スタートしていきましょう。まずはね、この紙をね、こう暖炉にくべます。これ一応ロケーションが何箇所か選べるんですけども、まず今回はこの最初のロケーションである暖炉からスタートしていきましょう。ああ、これがね結構難しいのよね。紙に火がつかないな。あ、いいとこ行ったな。これで、あ、ここだといいね。でこれ今薪がありますので、あ、火ついてきましたね。で薪を、あ、ちょっと奥すぎるな。 あんまりねたくさん入れてもしょうがないんだけどね。あ、いいとこ行った。うん、あとはこれでつっついたりしながら、この薪をねもっと手前に持ってきたいんだけどね。あー、いいとこ行ったかな。まずね、この今回はいかにちゃんと火をつけられるかというところがね、個人的なミッションではあります。お、これ縦になってるか。これこの辺で、あー、いいところに行ったね。もう一個ぐらいで、あー、いいところに行ったんじゃない。あとね、今火が多分ついてるかな。もう夜ですね。パチパチと音がしてるんですけどね。パチパチ言ってるな。ちょっとこのまま見てみましょうね。薪にね火が、あ、ついてきたかな。うん、ちょっとずつついてきたような気もするね。うん、教会の鐘が鳴ってますね。ついてきてるかな？ついてない？あ、火はね、なんかついてるような感じはするんだけどな。もっと紙入れてみますか。あー、ちょっと火が消えちゃったかな。あー、火ついてきた。紙に今燃え移りましたね。お、いい感じになったんじゃない？見た目は。
もうちょっと火がね、つけば、また薪をね、くべられるんですけど。まだちょっとわかんないよね。おお、パチパチ言ってる。大きいダノですよね、これね。ついてみていいかな。火消えちゃうかな。お、いい感じ。いい感じだったんじゃない。なんかな、木が燃えてるって感じはしないんだよな。また紙入れてみようか。もう奥までいかないな。紙入れるとね、こう燃えてる感じはするんだけど。ここで、ああ、燃えてきたね。あと薪にね、火がつけばいいんだけど。おお、お、猫ちゃん。うん、一個紙落ちちゃったな、下に。多分ね、オブジェクトを入れすぎちゃうと先に入れたのが消えちゃうんで。あ、でもこれ眺めてるだけでもいいですよね、全然。うん、癒されますね。の木に火が燃え移ってきたかな。燃えてきたっぽいですね。いい感じ。大きい薪とか入れてみますか。ちょっと大きすぎるかな。少し大きいの。この辺で。オブジェクトが1個消えちゃいましたけどね。これに燃え移ってくるとね、いいんだけどな。
燃えてるような気もするんだけどな。あんまりね、激しく燃えてないですね。これで燃え移んないかな。眠くなってきますね。なんかうまく燃えてないなあ。あ、でもパチパチ言ってるね。前に持ってきたいな。ん、でも火ついてきたかな。ちょっとこのまま見てましょうか。
だんだん火ついてきたね。はこの木が燃えている音聞くだけで癒されるというか眠くなりますね。
てそろそろ寝ますか。おやすみなさーい。